2022年志摩のオンラインフィッシングショー、皆様こんにちは、志摩のインストラクターの伊藤匠です。久しぶりに今回アルデバランが変わります。アルデバラン BFS、 今までのアルデバランも僕かなりね、日本での釣りでは多用してた、ベイトフィネスのすごいこう愛用してた機種なんですけれども、まあ、今回新しくなるということで、もう一番ねこうパッと見てうわこれ変わったなっていうところがこの MGL スプール3、まあ、パッと見た時点でかなり小さくなってるんですよね。それでいてこの新しい FTB ですねのブレーキシステムとこの新しくなった MGL スプール3でより低弾道、そしてより奥までキャストしてカバーの奥とかそういうところまで伸びるっていうスプールになってます。まあ、これはね実際僕今までのアルデバランでも相当低弾道で投げれたんですよ。おそらく使った方は分かると思うんですけど、かなりスプールがシュッとこうルアーの重さに応じて追従していくのがかなりこう感じれたと思うんですが、さらに低弾道は変わらないんですけど、より奥までカバーの奥の奥まで入れ込めるっていうところがこの FTB、 ニュー FTB ですねが入ってるおかげかなと思っています。まあ、そこをなんでこう大きく変わるかっていうと、まずこのブレーキですよね。この FTB って今まで僕もねこうよくこうダイヤルを回すとこうやって出てきます、スーッと。でこのブレーキをかければかけるほどこうやってマグネットが表に出てきてスプールをこうより回転を抑えるようなブレーキがかかるような状態になってくるんですけれども、この新しいこうね FTB はよりこれがねダイヤルを回すことによってよりこう繊細に動くんですよ。なのでもう少しだけブレーキかけたいな、もしくはもう少しだけブレーキかけたくない、緩めたいなっていうのがかなりもうどんぐらいだろうな、1コンマ2コンマこう細かくできるようなイメージでかけられることによってより奥に入れるとかよりこうロングキャストしたいみたいなことができるようになってくる。でそうなってきたらちょっとブレーキってかかりづらくなるのかなとかバックラッシュしちゃうんじゃないのっていうところ心配になる方もいると思うんですが、すごいのがこれね、まあ使い込んだ人ほどですけどが使いこなせるっていう部分も確かにあります。誰でしもが最初慣れるが必要だと思うんですが、ブレーキ1でもこのアルデバラン投げていくことによってより軽い 1g、1.5g、もしくは 1g を切るような軽いルアーでもよりブレーキがかからない状態で投げれちゃう。まあ、これは慣れが必要ですけど絶対にこう全部バックラッシュして投げれませんってことがない。だからブレーキが1でも普通にキャストができてしまうっていう、そのよりこの FTB のブレーキをよりこう上の次元で使いこなせられるベイトフィネスっていうものをよりこう上の次元でできる、そんなようなリールが今回のアルデバラン BFS かなと思います。でやっぱりベイトフィネスって軽さ重要じゃないですか。で今までのアルデバラン BFS よりこういろんなもの詰め込んだからウエイトはって思うんですけど 130g なので最軽量、変わらずに今までのアルデバランと変わらずに最軽量の部類のリールになってます。まあ、そこはねこう僕が今までねこうアルデバラン BFS かなり多用してきたのは、まあ、日本が主にはなってきますが、日本でねやっぱこう軽量なスモールラバージグとかちょっと小さめなルアーとかを投げるときにやっぱこの MGL スプール3っていうのがすごい重要になってくるんですよ。で特にやっぱその中でもこうカバー、木ですね、木の下の奥の日陰になってるこうシェードの奥まで入れるってなるとやっぱり軽量のもの投げれるけど最奥までなっていうときにこう時々こうミスをしてしまったこともありました。でもそこが今回のこの MGL スプール3プラス FTB ですねによってより奥までイージーに投げれるっていうところで、まあ、今ね日本だとかなりプレッシャーかかってきてる中でより低弾道で静かに、そして最奥まで打ち込めるっていう部分でプラス1匹っていうのが
つながってくるかなと思います。でしかもこうもう巻いてわかるんですけれども、マイクロモジュールが今回新しく搭載されたんで、よりこのスムーズな巻き心地と操作っていう部分で、ルアーの小さな変化、小さいバイト、プレッシャーをかかった時のこう糸にも出ないようなバイトをふっと感じ取れるような部分で武器になるかなと思います。アルデバラン PFS って、まあ、ベイトフィネスじゃないですか。だからこう軽いもの 2g、3g とかのこうスモラバとかライトテキサスとかノーシンカーとか、そういうようなイメージ持つと思うんですけど、僕の中で日本で使うこのアルデバラン BS フェスっていうのは、今まで意外と 3.5g、5g のリーダーレスダウンショットとか 5g のラバージグとか、意外と普通なルアーを投げちゃってます。なんでかっていうと、やっぱこのリールにしかできない弾道、このリールにしかできない飛距離っていうのがあるんですよ。そこはもうやっぱ通常のリールではそういうキャストってできないんで、僕はあえて少し重いかなっていうところあたりもこの BFS でやっちゃうかなっていう感じですね。なので意外と、いやベイトフィネスモデルでしょと、小さいルアーでしょって思いがちなんですが、僕の中ではベイトフィネスモデルから少しライトなワーミングまで一通りこなすよ、そんなリールになってますね。2022シマのオンラインフィッシングショー、今回僕が紹介するのはアルデバラン BFS。 アルデバラン BFS が久しぶりにモデル展示します。何が変わったかというと、MGL スプール3を搭載、そしてニュー FTB、 あのマグネットのブレーキですね、のシステムが若干変わりました。まず MGL スプール3が搭載されました。 MGL スプール3といえば、今まで、まあ、いろんなリルに搭載されてきましたけど、なんといっても、まあ、ものすごく抑えられた、慣性、この慣性が、極限まで抑えられたことによって、まあ、低弾道でのキャストだったり、低弾道でキャストした先のルアー の伸びが、期待できます。続いてニュー FTB、ブレーキシステムですね、今までは、FTB というブレーキシステムだったんですけど、それも変わりました。まあ、その FTB から何が変わったかというと、 FTB は結構そのブレーキの調整がピーキーというか、このルアーに対してだったらここっていう決めないとちょっと気持ちよく投げれないところがあったんですけど、このニュー FTB、 そのブレーキにこう幅を持たせて、こうバシッと決めずとも、あの綺麗に、あの簡単に投げれるようになってます。まあ、例えばあの、まあ、ルアー同じぐらいのウェイトだけどちょっと変えちゃうと、あブレーキ調整しなきゃいけなかったり、キャストの仕方ですかね、上から投げたり下から投げたりっていうのを変えただけでこう、バックフラッシュとかちょっとトラブっていたのがかなり抑えられるようになっています。また、ニュー FTB では、ダイヤルを、まあ、1にしたとき、まあ、限りなく、まあ、一番弱いところですね、一番ブレーキを弱くしたときに、この、まあ、中にシルバーのプレートが入っていると思うんですけど、これ磁性リングが入っています。この磁性リングが入っていることによって、そのブレーキを一番弱くした1にしたときにブレーキを限りなくゼロに近づけることができました。これによってそのまあ、1グラムを切るようなものすごく軽いルアー、これをそのまあ今までだったらちょっと失速とかして奥に投げれなかったと思うんですけど、これをまあ今までよりもさらに奥までピッチングなどで投げることができるようになりました。で今回のアルデバランは総重量130グラムと、まあ、とても軽い、リールになっています。そんな重量も軽くキャストの伸びも進化したアルデバラン BFS です。2022シマのオンラインフィッシングショー、シマのインストラクターの黒田健司です。早速僕の目の前にあるリールご紹介していきたいなと思うんですけれども、お待たせいたしました。お待たせしすぎましたね。アルデバラン BFS ついにフルモデルチェンジです。まあ、もう見た目がね全然違う、リールになっているので、まあ、新しいアルデバランなんだろうなっていうのはね容易に想像できるんですけれども、まあ、一番ね僕の中で、お伝えしたいのはスプールが変わってます。で、まあ、スプールが変わってるというよりも、もうキャストフィールがね
まあ、別物になっているので、まあ、ここを、ね、一番僕はお伝えしたいんですけれども、今回ね、幅狭の、MGL スプール3っていうね、2019年のアンタレスだったり2020年のメタニウムに採用されているスプールっていうのが、搭載されてます。でこれは今までね、その普通に使う、まあ、レギュラーのベイトリールでは、先ほど言ったようにアンタレスだったりメタニウムだったりで搭載されてたんですけれども、ベイトフィネス専用としては今回のアルテバランが初となります。で、まあ、具体的にね、どれぐらい幅が狭くなっているかというと、こちらが今回のねアルデバランに搭載されているもので、2016年前作のねアルデバランなんですけど、まあ、だいぶ違うの、もうほんのちょっとじゃなくてね、全然違うのが皆さんも見ていただいてわかると思います。まあ、全然ね幅が狭くなってるっていうことですね。で、まあ、僕たちがね今ね言葉で、キャストフィールが変わったって言っても、まあ、どう変わったのかって多分ね皆さん一番気になるところだと思います。で、MGL スプール3をねすでに、他のリールで使っている方はご存知だと思うんですけれども、特に後半の伸びっていうのがものすごく、向上しているというか、伸びるようになっている、上がっているので、まあ、特にねベイトフィネスのルアーで使うようなルアーってね軽量なものがほとんどなんですよね。なので特に後半失速しやすかった、まあ、例えばシャッドプラグだとか、まあ、スモールラバージグみたいな空気抵抗が大きいルアーであればあるほど後半失速してたんですけれども、それがね今回この幅が狭い MGL スプール3を搭載していることによって、その恩恵をね漏れなくこのアルデバラン BFS も、受けています。でプラスしてもう一つ、ニュー FTB っていう、まあ、今までとね同じく FTB のブレーキシステムなんですけれども、新型のものっていうのを今回搭載されています。何が変わったかっていうところが多分皆さん一番気になるところだと思うんですけれども、僕がね一番お伝えしたいのは一番緩めた状態、まあ、これねダイヤルがついてるんですけれども、この中でいくと1っていうね一番弱い状態にすると、今までのアルデバラン、2016年の、ね、アルデバラン BFS までは言ってもね若干ブレーキが効いてたんですよ。なのでゼロにするっていうことはできなかった。ただ今回のアルデバランに関してはこの幅をものすごく広く取っていて、1にするとほぼほぼブレーキが効いてない状態になると思ってください。まあ、じゃあこれ何がいいのっていうと、当然ね今まで使っていたベイトフィネスで使いたいようなルアーっていうのがより飛ぶよっていうのももちろんなんですけれども、使えなかったようなウェイト、例えば 1g、2g の世界、まあ、小さいスプーンとかね、これはバスフィッシングだけじゃないんですけど、まあ、例えば渓流でやるようなトラウトとかエリアトラウトとかで使うような、ルアーだとか、まあ、バスフィッシングでも今までスピニングでしか投げれなかったようなルアーっていうのも、投げれるようなセッティングになってます。まあ、もちろんね、ブレーキ自体も一新されているので、性能っていうのは向上してるんですけれども、向上してるだけじゃなくてね、幅が広くなって今までのベイトフィネスの領域を超えて、ブレーキっていうのをセッティングできるようになってます。ギアのラインナップはね HG と XG っていうね、まあ、特にベイトフィネスで使うところですね、これ XG なんですけど、っていうのをラインナップさせています。今までアルデバランっていうとオリジナルのアルデバランが出てから BFS の中モデル、ベイトフィネスの中モデルが出てたんですけれども、今回はねもう今回ベイトフィネス専用機として、アルデバラン BFS 生まれ変わりました。冒頭でも言った通り待ってた方多かったと思います。僕も待ってたので、皆さん今シーズンぜひね、ここまで進化したのかっていうのを体感していただけたらなと思います。でね、まあ、今回このアルデバラン BFS がモデルチェンジしてくれたことによって、僕がね一番恩恵を受けているのは、ラインキャパシティっていうのをねあまり気にしなくてよくなりました。まあ、具体的にどういうことかっていうと、今までねよりシビアなルアー、軽量なルアーですよねとか、シビアなキャスト、より正確にねキャストしたいときって糸巻き量をねあえて少なくしてたんですよ。そうすることによってスプールの重量を軽くして無理やり、性能を上げてたっていう側面が正直ありました。ただそれをねすると当然1回ラインがブレイクしちゃったりするともうラインが足りないとか、フルキャストした時にもうラインができちゃうなんてこともあったんですけど、今回はね、スプールのレスポンスも上がってブレーキもねより、幅が広くなったっていうことで、その相乗効果によってね今までよりもラインをしっかりと、潤沢に巻いた状態でもシビアなキャスト、さらにね、もう一歩っていう伸びをね感じることができるようになったので、そういったところでね、まあ、より余力を持って僕たちはね、攻めれるようになってます。
そんな、最先端の島の、ね、技術が、詰まったアルデバラン BFS です、まあ、お待ちにしてた方多いと思うので、ぜひぜひ今シーズン2022年ですね、使ってみていただけたらなと思います。